自分も嬉しいし向こうもちょっと照れてる。いや、ちょっと目で伝わってきた。なるほど。目
か。ずっと目が合ってたんですよ。ああ、ってことはもしかしたら前に結構好きですって言われた覚えがあった。あれ迷惑だよね。で、まあ前の、4人は1番ということで、岩本さん、1番。いや、まあ1か2かなって感じだったんですけど。あ、そうですね。なんかその、思い伝えるっていうのが、再会した感みたいな顔に見えた。はいはいはい、確かに。え、僕も満場一致です。それです。マジ確かに、はい、それ一致してない。全部そうなんだ。4番うわぁ4番やめてあげてなんだ確かに説明した時にどう言うんだ絶対許せないなんかやはめてたはめてたはい、というわけで次は阿部ちゃんのチャットでございまーすちょっとはっ出るぞそろそろあぁ、まだ大丈夫まだ大丈夫まだ大丈夫はい、1、アイスを落としてしまった時の顔2番、朝完全に寝坊した時の顔3番、電車が目の前で、発車してしまった時の顔4番、タクシーに財布を忘れた時の顔ちょっと待って、むずくない？難しいですね、これは2と4、俺経験あれさ、マジで俺うまいから佐久間スペース寝坊で出てきた人生最大の寝坊してるじゃあ、引きます。問題を
願いします。1、超ギリギリでトイレに間に合った時の顔。いいね。2、一番風呂に使った時の顔。気持ちいいね。3番、激辛ラーメンを食べた後に水を飲んだ時。はい、4番、マッサージを受けている時の顔。はい、というわけでじゃあ早速舘様の挑戦です。よーい、スタート。正直4番が一番見たいんだよ。
番も検索したら出てくる。あ、2番も出てくる。2番も検索。佐久間、佐久間です。はい、じゃあ岩本氏から挑戦お願いします。初めてさ、もどかしさ。すげー、うますぎ。もう瞬間的に分かった。うますぎ分かる。うますぎせーの、はい。あれ、分かれた。え、これだ。佐久間さんだけ3なんだよ。え、佐久間さん、それだって喧嘩か。だろ。いや、だって今ぶつかられてたから。これでもおじさん見えるよ。ぶつかったら4番。ぶつかるときは4番。ちょっと待って、なんだこれ。俺が今4番を出したから。いや、じゃあいいです。4番、悩むよ。4回1、4と1で迷った。他のその1の人たちの意見、やっぱね、ラーメンも楽しみにしてる。嬉しいで香り出てきた。もう、あ、多分絶対どんなことかじゃなくて、もう多分1だと思ったけど。マジ。まあまあ、聞いてみようか、ちゃんとね。じゃあ、岩本さん、答えをお願いします。1番。一番少ないの。4と3番少ないのは鍋だ。2番だ。2番だ。
全然合わないよ。たこ焼きがひっくり返される時の顔でも、たこ焼きの顔。